どうも、のちんでーす。百英雄伝やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを使っていきましょう。ユーゴですね。力が623と全キャラ中トップクラスの火力を出すことができます。しかし、防御力が若干低いんですよね。特に魔法防御。物理防御も391、400いってないんですよね。できれば450以上欲しいところですけども、防御力はちょっと低い。まあ火力が高い分そうなってるんでしょうけどね。で、装備してるルーンはこんな感じです。戦士の極意のルーン、残のルーン、合力のルーンを2つとなっております。では早速使っていきましょう。英雄の試練場ですね。ユーゴ極意を入れておりますので、通常攻撃でかなりダメージを与えることができます。まあ1200、300かな、普通の攻撃で。でクリティカルで2500ぐらい、ダメージを与えることができます。あー、でこの必殺のザン、これ微妙だよね。うん、 SP を全部消費する割にもうちょっとね、火力が出てほしいんだよな。いまいち火力がない。この技、SP が5溜まってぶっ破するときとか、なんか4、5000ダメージ出てもよくないですか。なんかあまりにも、ダメージが平凡すぎるんですよね。まあ、SP5 溜まるまで極意がね、溜まってないっていうのがほとんどでしょうけど、なかなかね、この必殺技の使い方がいまいち分かってない、まあ、使い方があるのかな。それともう一つね、これ挑発カウンター、これ意味あるんですかね。俺カウンターで反撃したことないんですけど、たまにするのかな。もしくはカウンターが出やすくなる装備みたいなのがあるじゃないですか。あれをつければ結構出るとかなんですかね。あ、やっぱりね、魔法防御がかなり低いので、こういう時じゃダメージをね受けちゃうんですよね。そこが残念。魔法防御がまあ400なくてもいいけど、もう少し高ければよかった。ああ、まあ全然余裕か。はい、ということで今日はユーゴを使っていきました。防御力はちょっと低めなんですけども、火力は抜群にありますので、まあ50回ぐらいまで行くのであれば全然使ってもいいと思います。ただし79回以降だとちょっとやられる回数が増えそうなので、あまりそこからはおすすめはできません。まあ50回ぐらいまでだったら全然前線で使っていってもいいかなと思います。強いと思いますよ、ユーゴでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。